うわ、しょーい。まあ、しょーい。よし、どれでいこうかな。これでいいや。めんどくせ。というわけで、そうだ。まず、動画、あげまして、あげ始めましたか。で、励みまして、約2ヶ月ちょいくらい経ちましたかね。今のアカウントとはまた別のでちょっと始めてたんですけど、よいしょ。100回超えました。ありがとうございます。何本倒れてるんだよ、これ。ちょっと確かめたくなってきたわ。はい。というわけで、特にないですけど。まあね、皆様のね、おかげで100回超えました。ありがとうございます。今度もご一気にお願いいたします。記念やらねえのかよと、やらねえのかと思ってたんですけど、もうダメだな、ろれつが今日回んねえ。というかね、頭が起きてない。ダメだこれ、あっかんわ。そうですね、100回記念やろうとは思ってるんですけど、ただちょっとね、ネタが思いつかないんですよね。なんならね、もう100本超えればいいじゃないかと。鼻に詰まったファンも取ればいいじゃないかと思うわけですよ。まあね、まさかの100本記念が鼻の奥にパンが詰まって出てこないようになっちゃうみたいな、そういう動画だったんですけど、まあそれはそれで記念になったでしょう。100回超えてね、パンも詰まるほど打ち込んでたわけですよ。負けた。で、ちょっと昨日ね、ずっと一日中違和感がね、ありまして、なんだろう、5時9時が一番ピークだったな。鼻からこう、止まんねえの、なんか溢れてる感情が止まらなかったです。危ない。無理だわ、あんな人数無理だわ。で、若干今もね、なんか鼻の奥に溜まってる感じがね、あるんですよね。助けてください。笑ってる場合じゃねえぞ、この野郎。蓄膿症になっちゃうぞ。当たんねえじゃん、もうやだ。よいしょ。その程度か。ちょ、待って、6人ぐらいいんじゃん。やば、怖っ。怖いのでドン。当たったね。いって。ダメージノース、ダメージなし。ひどい。しかし、アクティブだな。つか、分隊行動してないっつうかさ、分隊どこにいるの？あ、いたわ。あれ狙うの？ナイスキール。まともにやるか、ちゃんと。物体行動とかすっごい嫌いなんですけどね。なんかね、合わないんですよね。人に合わせて行動してると歌が取れないじゃないですか。それだけ。単にそれだけ。それ以上の答えとか理由はない。ないのですよ。ないのですよ。そんなことしてるからね、パンが詰まるんですけどね。マップで補給物資の投下地点を確認してくれ。北に激戦区が確認した。うわ、あれ欲しい。いるじゃん、そこ。ワンヒット。戦車来ちゃった。なんでやっぱりね、鼻の調子がおかしい。まあ皆さんもね、パイ生地系のパン食べるときはちょっとね、呼吸しないように気をつけましょう。特に FPS をやってるときはなおさら注意です。鼻に詰まるかどうか確実でしょうね。
まあ、呼吸しない人間であればね、これまずできないことなんですね。まず無酸素で生きられる体を作ってから FPC でやることをお勧めします。無酸素というか無呼吸で生きることをお勧めします。無理ですけどね。よいしょ。あれなんだよ。バスか。してきてんな。あれ狙いねえわ。無理無理。諦めが感じる。あれ当たんねえぞこれ。外した弾切れ。よっしゃパンが辛い。きつい。あれ、カナンがあんのか。なるほどね。そして弾がなくなる。弾薬くださーい。やばいな。大飛行。あーい。さてと。キャッシ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 ャーン。これでいこう。あ、大丈夫だっけ？あ、そうそうそう。弾変えたんですよ。いやー、なんかね、動画収録しようと思ってですね、なんか戦車で撮ろうと思ったんですけど、戦車、弾がですね、両方とも対抗でですね、利用ができないんですね。片方。そのためちょっとね、グダグダになりましてね、かつてないほどにグダグダになりました。ちょっとそれ、お見せできないのが悲しいですけど、お見せしない方が正解なんでしょう。吹き飛べこの野郎。あ、いや当たんなかった。あ、いや南の方に敵の戦車が。戦車いなかった今。上等だ。戦車なんざ俺が積み潰してるんですね。え、何、どこに行った戦車。おお、びっくりした。味方か。なあ、どこにいる。いた。あいって。頼むぜ。あ、死後。先生。あれ当たんないのあれ。あ、この辺か。もうね、弾がね、この真ん中にどったんでしょ。絶対そこ痛むんですよね。まあ、それ当然なんですけどね。リアリティを求めた結果がバトルフィールドですから、ね、と勝手にバトルフィールドを作ったこともないと語っていいで、なんだろうな。あ、まあいいんじゃん、そこ壊れねえし、ね、ほらよ、吹き飛べるんだやろう。そんなにいいんじゃない。あんま前進みたくないよ。オッケー、前にいるな。ファイヤー。シート。こちらに敵の兵士を発見した。西の方角、敵の対戦車兵だ。いや、おっと。後ろいるじゃん。ここ止まってたら多分大体こいつ死ぬでしょ。連射が欲しいな。なんか来たー。なんだ、どこにやがる。ぶち潰してやるぞ。ほいや、ほい、死ぬ気でかかってこい。あ、俺が死ぬ。やめよう、逃げよう。無理する必要はないでござるからね。そこ。HVT をして地球を無力化せよ。西の方角、敵の
ちょいちょい当たるな。いけた。おいー、出直し的な行動。早く弾をリロードするんだ。あ、いった。なんだよ。ああ、え、スカイツリー死ぬ理由がわからねえんだけど。ちょ、マジ適当にやんのやめてくださいよ。スカイツリーでどうやって倒すんですか。ちょっと待って、スカイツリー突っ込むんですか。気をつけろ、敵スナイパーを発見した。オーバー。敵兵を発見した。ロングショット超得意。そこに上がってくるでしょ、一人。来ないね。超得意だけど、超当たらないんだよね。それ得意とは言わないね。そう、遠距離ですね。なんだろうね、感度上げるかなとは思ってるんですけど、どうもね、ダメなんですよね。感度高めのが、なんだろうな、僕の動画が、ほら、これプレステ4なんですけど、まあ分かれてると思うけどね。これね、動画撮ってるところ見てもらうと分かるんですけどね、ボタンカチカチしてて、大きいでしょ？つまりそういうことです。あ、なかった。後ろ取られた。体力10じゃちょっとね、さすがに無理だわ。一人入ってったぞ。あそこいなかったっけ。まあいいや、死んだら死んだでしょ。弾を1位です。あ、いったい。明らか僕の弾が飛んでってやったみたいなシチュエーションじゃなくて、今違うのかな。まあいいんだけどさ、どっちも。でさ、またこれ意味なくね。メッツすら持ってたらいいんだよね。あー、死で枠のアメタがいいな、これ。抱きちれ雑魚。おいー、やばやばやば、ちょっと待って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 。あれ、実は今外したかと思ったけど。やばい！どうしよっかね。そうだそうだ。100回記念やろうって言ってたんだけど、思いつかないんですよね。100回記念何がいいかな。感度の話も全く蹴りつけてねえな。どっちに蹴りつけようか。まあ、とりあえずまず感度の話を蹴りつけようか。感度なんですけど、35から40ぐらいでいいんですか。どうも、もうね、僕の動画見ていただけると、大抵ですね、25メートル以上で戦うんですね。ご覧の通り。だからどうしてもね、感度が高いって狙い込むんですよね。下手くそだから。まあ、要はそういうことですね。25メートル以上で戦う、下手で野郎だから。25メートルか、ほんと1メートルか、その以下の戦い方をするから、ほんとにダメ。やばいー、やばいー。いや、これ後ろいっちゃうね。やめてくれ。死んでしまう。あ、いないの？なんだ、がっかり。そこいるじゃん。いるざますよ。これ上にいるのか、違うのか。うん、ブラボー取り返しに行こうか。なら。どうなってるの今、ブラボー。取ってんだ。大丈夫だ。これ上にいるのかな。うん。芋ってやがるな、こいつは。こいつは芋ってやがる。そう、だから感度高めにやると、やっぱ上から降ってきたな、こいつ。高
高めでやるとですね、非常に下手くそな M が見れますんでね。ミリジルクナスっていうか、下手くそな M で見にくさがさらに増すわけですよ。ただでさえゴミの AV がさらにゴミとなるっていう。ちょ、待てや。今話してんでしょ？なるということでですね、あまり見せることはできないですね。さよなら、外した。そのお見苦しい姿をお見せするのはね、よろしくないじゃないかと。で、僕ほら、感度下げるシーンあるでしょ？あれわざとじゃなくて、練習してやってるんですよ。感度上げつつ、やっていけば、ほら、そのうち上がるんじゃないかって。やっぱり。あれ？これ外れちゃうのかな？ダメか？晴れ！当たん！おいー。そこ貫通してもいいと思うんですけどね。ダメなんですね。貫通したっていいじゃない。だって人間だもの。なんてね。どうでもいいか。あん。グレネード下手くそなんだよ。あれ敵じゃないんだ。まあいいか。どっち行く？次。命令を対処。命令くれれば行きますよ。じゃあアルファでいいや。敵のヘリコプター西の方角だ。そこ誰か見てんじゃない？レーザーサイト見えない。アルファを失ったぞ。さてどこ行くかな？西に敵の車両だ。見つけた。横から殴りつける。やられた。一名ダウンが聞こえないから多分一人だと思う。敵の戦車。多分、ね。ブラボー失ったぞ。ブラボー早くね。何がいいの？取られてる。まあ、もうちょいで勝てますしね。あ、そうっす、100回切る。そう。寄せて。西の方に敵の戦車だ。ありがとう。本当にありがとう。マジでありがとう。ありがとうよ、兄弟。超ありがとう。もう一個ありがとう。おい、助かったぜ。また取られてんだけど、なんなの？また違った。あ、そう、100回記念どうしましょうか。何やりますか。何でもいいですよね。自分で決めろって話ですから。敵のシステム無力化、前線を押し上げろ。押し上げてまーす。上がる上がる、ぐんぐん上がるよ、ぐんぐん上がるよ。ですわよね。100回記念より先に多分あっちやりたいな。デザートイーグルがですね、そろそろ1000回超えるんですね。本当にありがとうございます。まあそれはもうとりあえずこのテストやろうと決めてるんで、まあそれはそれでいってしましょう。はい、終わり。100回記念は特に考えてません。まあ100回目鼻だと思えばいいんでしょう。100回目が鼻にパン詰まらせましたよってやつ。違うわ。まあ、それで、100回はファンだった。以上。終わり。100回目だっていいじゃない。ファン詰まる時だってあるじゃない。そういうことです。雑な締め方。あれ、上から垂れてんだね。はい。というわけで。の動画が100回突破しました。皆様ありがとうございます。これからもちょいちょい頑張っていきたいと思ってますので、皆様
お願いいたします。 MPT って何でしたっけ。タクシードライバーって何、地獄へのタクシー送りみたいな、そんな感じ。なんか、はい、ご視聴ありがとうございました。